令和5年度、事前の事業評価、評価書一覧を発表し、17種類の新兵器開発研究概要を明記しました。今回は、島嶼防衛で、BAC-3 超えの防空システム構築化を詳しく見ていきますね。レールガン開発も進み、量産間近となる中、ドローン対策も、三菱レーザーシステムが量産間近、日本の技術は世界屈指となってきます。電力がいるけどね。防衛省が、令和5年度、事前の事業評価、評価書一覧なる文書を発表したのは、9月8日のことでした。その中には、17種類の新兵器開発研究概要について明記されているようです。その中の新地対艦、地対地精密誘導弾ですが、1週間ほど前の8月31日に提出された来年度防衛予算の概算要求に入ってはいましたが、8月時点での詳しい説明はありませんでした。ただ載せただけといった感じだったようですね。そういった前提があったので、概算要求の主要事項で入れ替わりになった島嶼防衛用新対艦誘導弾の名前を変えたものではないかと推理する人が多かったようです。つまり、物は同じなのに、別の名前で要求して予算をゲットするつもりだろうと推理した人が多かったということですね。政府のやり方がかなり国民に知られてきているという証明かもしれません。では、新地対艦、地対地精密誘導弾や、実際の新地対艦、地対地精密誘導弾とは、一体どういうものなのか、見ていきたいと思います。何回も出てきますので、令和5年度、事前の事業評価、評価書一覧は、R5 事業評価と書くことにします。最初に、この事業を行う必要性を説明します。言うまでもなく、日本は、島国で、離島の数も多い国です。佐渡島や淡路島のような本州に近い島だけでなく、台湾の方が絶対近い石垣島や、太平洋に浮かんでいる小笠原諸島などを思い浮かべれば、よくお分かりでしょう。正式な日本の島の数は、かなり多いはずですよ。本州も一応島ですからね。こういう国に侵攻してくる艦艇や上陸部隊等に対しては、脅威の圏外から対応しなければならないという考えが優勢です。一番わかりやすい例ですが、尖閣諸島へ上陸された場合は、沖縄では、なく本州から対応するということを考えているのです。そう考えると、本州等から十分届く射程を持った兵器、侵攻部隊を効率的に迎撃できる兵器が必要という結論に至ったのでしょう。こういった兵器とスタンドオフミサイル等を併用することで、マルチな対応もできるはずですから、逆に、敵には、複雑な対応をさせることができると考えたのでしょう。同じ場所から同じ兵器で攻撃していたら、反撃はたやすすぎますからね。様々な場所から、様々な武器で攻撃を仕掛けることが有利ということは、素人でもわかります。R5 事業評価には、新兵器17種類の開発研究概要が記載されていますが、その中の、新艦対空誘導弾能力向上型について分かったことがあります。開発が終わったばかりなのに、なんと、来年2024年には正式採用予定になっているのです。この採用も早いのに、能力向上型と称する改良型の開発を来年にはスタートすることを示唆しています。コンピュータは、1年で10歳年を取ると言われますが、兵器もそういうことなのでしょうか。費用対効果が悪すぎませんか？コンピュータの進展に同調して開発が進んでいるとは思いますが、そんなに次々更新する必要があると予算が心配です。改めて説明しますが、陸自の丸3式中距離地対空誘導弾、改めに大型ブースターを乗せ、長距離艦対空ミサイルに改良したものが新艦対空誘導弾となります。このミサイルには、横方向に動かすための動力装置、サイドスラスター、サイドスラスターを追加する予定だそうです。つまり、パトリオット防空システムパック3のように、特殊な迎撃ミサイルに進化させる計画でしょう。となると、ターゲットは、弾道ミサイルと極超音速兵器で、これらを終末段階で迎撃することと思われます。パトリオットは、
1990年から始まった湾岸戦争で有名になったミサイルですね。愛国者という意味ですが、どちらにとっても愛国者というわけにはいかないようですね。世界各国で開発が進められている航空機や誘導弾ですが、どこでもマルチなスペックアップが期待されているようです。従来まで汎用護衛艦に設置されていた誘導武器システムでは、高高度から高スピードで侵入する対艦ミサイルには十分に対応できない、あるいは難しくなりつつあるという認識が一般的で、どうしても新しい方策を求めることになっているようです。具体的には、ターゲットが軌道を変えても、誘導弾がちゃんと追跡していくこと、シーカーやサイドスラスター技術を確立し、日本の周辺海域に展開させ、任務に当たる汎用護衛艦の作戦能力向上なども考えているようです。高高度から高スピードで侵入する対艦ミサイル等に高高度で対処ですが、ロシアの極超音速巡航ミサイルや中国の対艦弾道ミサイルと極超音速滑空ミサイルなどが迎撃のターゲットになるようです。R5 事業評価の中に能力向上型新艦対空誘導弾が弾道ミサイルや極超音速兵器へ対処するとは一言も書いていません。しかし、高高度から高スピードで侵入する対艦ミサイル等とは、こういったミサイルに間違いないでしょう。わざわざ名前を挙げなくても、名指ししたのと同じです。高高度では空気の密度が薄いので、空力操舵では細かい操作がやりがたくなるので、サイドスラスターを使用して高い機動性を維持し、高高度から落ちてくる弾道ミサイルや極超音速兵器を終末防御するという計画なのでしょう。前述の通り、新艦対空誘導弾とは、陸自の03式中距離地対空誘導弾、改めに大型ブースターを付加して長距離艦対空ミサイルに改良したものです。そして、改良型の新艦対空誘導弾能力向上型はサイドスラスター装備と明記されました。となると、丸三式中距離地対空誘導弾改めの改良型である03式中距離地対空誘導弾改め能力向上もサイドスラスター装備と考えていいのではないでしょうか。丸三式改めや能力向上新機分は果たしてどんなフォルムや仕様になるのか、現状では全く情報は入ってきません。仮にアメリカのパトリオット防空システムのパック2 GEMT のようなものだとしたら、フォルムは変わらないとしても、中身だけが変わることになるのです。また、パック3のようにサイドスラスターを備えた、全く別物のミサイルだと仮定すれば、予定されている開発期間ではあまりにも短すぎるのではと心配していたのですが、幸いなことに、この予想は外れたようです。丸三式中ザム改め能力向上新規研究開発分が完了する2028年、令和10年には、新艦対空誘導弾能力向上型のテストがスタートし、2031年、令和13年には開発完了の予定になっているようです。本当に進み方が早いですね。国民生活に直結している食料問題や資源問題については腰が重いのに、兵器に関してはアメリカからの要求があるから動きが早いのかなと邪推してみたり、タイトルにはパック3かと挙げましたが、サイドスラスターを持ったミサイルが全部パック3になるわけではありません。サイドスラスターには大量の小型固体燃料ロケットを持つもの、パック3型とシャッターをつけて側面噴射をオンオフさせるもの、アスター型の2種類があります。アスターは花の名前ですが、政府の支援を受けたフランス企業が製造した対空ミサイルです。人間を攻撃するものに人間を癒してくれる花の名前をつけるとは、なんともグロテスクだなぁと感じるのは筆者だけでしょうか。さて、丸三式中ザム改め系統へもサイドスラスターを装備させるそうですが、どちらになるのでしょうかね。アスターのサイドスラスターには噴射穴が4つあって、シャッターで開閉して噴射をコントロールしています。燃焼室は1つしかないので共通になります。パック3型がいいのかアスター型がいいのか、なんとも判断はしかねます。どちらにしても、高額の国家予算を注ぎ込むわけですから、納税者としては、コスパのいい、
長持ちする高性能なものを購入してくれとお願いしたいです。海自潜水艦の執拗な追跡に、中国軍 093B 潜水艦浮上す2本の海上自衛隊の潜水艦建造は、そう、竜型潜水艦では、12隻の建造が終了しました。最後となる11番艦欧竜、12番艦東竜は、機関にリチウムイオン電池を搭載した潜水艦になるようです。このおかげもあり、静粛性にかけては、世界ではトップクラスと思われます。比較三原則によって、日本は、原潜を持つことは、できないとなっています。通常動力型潜水艦しか持てない非凡ですが、リチウムイオン電池が進化したことで、原子力潜水艦より優れた性能を手に入れることになりました。時代がもたらした、画期的なテクノロジーの恩恵を受けることになりますし、日本の技術力も諸外国より抜きん出ているとは言うまでもありません。オーストラリアは潜水艦の製造を競争入札にかけ、日本やドイツなども参加したのですが、貿易額1位だった中国からの横やりのせいなのか、フランスに落札ということになりました。しかし、こうなってみると、日本を蹴って、フランスを選んだことをオーストラリアは後悔しているんじゃないかと邪推してしまいます。そして、軍事大国中国も、潜水艦で尖閣周辺を潜航しているという情報もあります。深い海の底では、どんな行動をしているかは、わかりません。しかし、海底と空、海上からは、中国潜水艦の動きを発見しているのです。では、中国の原潜が奇妙な動きを見せた映像を紹介しましょう。少し前の話になります。2018年、平成30年、1月、宮古島、および、尖閣諸島の一つである、大正島の接続水域、領海に接する一定範囲の公海を潜航しながら、日本領海に侵入していたのが、中国海軍の 093B 型原子力潜水艦です。この艦に関しては、写真もほとんど公開されていません。どんなフォルムなのか、諸元も全く不明です。しかし、中国国営テレビの中に、この 093B 潜水艦が映っていたと報じられたのです。中国国営 CCTV、中国中央電視台は、海軍の報告として、公海と渤海で行ったとみられるミサイル兵器システム攻撃訓練映像を放映しました。その映像の中に、他の多くの艦艇とともに、093B 型原潜が含まれていたと思われるのです。CCTV で放送された映像のスクリーンショットを掲載しますね。これが 093B 型原子力潜水艦と推定される潜水艦です。そして、こちらが2018年1月、日本の接続水域に侵入した潜水艦なのですが、093B 型原子力潜水艦とよく似ていますね。そっくりと言っても良いでしょう。この 093B 型原子力潜水艦の特徴ですが、帆の後方付け根にあるミサイルを収容する台形状の膨らみです。
方向火事が十字になっていますが、その上に何かの構造物も見えます。1月に領海侵入した潜水艦と特徴が似ていますし、やはり同一艦と思わざるを得ません。というものの、093B 型潜水艦 G 型を含むは、2015年、平成27年以降に複数艦が就役したと聞きますから、この艦が接続水域に侵入してきた当該潜水艦なのか、そうでないのかは、依然としてはっきりしないのです。同型の別艦かもしれませんしね。では、問題の、なぜ、中国原子力潜水艦は浮上したのか、を推理していきたいと思います。まず状況について説明しましょう。防衛省の発表によると、2018年1月10日、海事護衛艦トライ5航空群所属の哨戒機 P3C が、沖縄県宮古島東北東の接続水域を北西に進んでいる潜水艦を確認したといいます。再度説明しますが、接続水域というのは公海ではあるのですが、領海に接している海域なので、一定の権限が行使できる水域になっています。なので、海上自衛隊は、この潜水艦を2日間にわたって追跡しました。12日午後になって、尖閣諸島、中国名は、長魚島北西の東シナ海の公海に浮上した潜水艦を発見したそうです。しかも、この潜水艦は、中国国旗を掲げていました。今更の説明は必要ないでしょう。尖閣諸島は日本と中国が領有権をめぐって対立している当初ですから、その近辺に中国艦船が出没するというのは嫌になるほどよくあることですね。今更というわけで、ニュースにもならないようです。自分の家に土足で踏み込まれたようで、気分的には不愉快ですよね。2018年当時の防衛大臣は小野寺御殿でした。彼は、数日後の1月15日、領海に侵入した中国の潜水艦は、小級と呼ばれている、093型原子力潜水艦であるという分析結果を発表したのです。この小級は新型の攻撃型原潜で、全長110メートル、水中排水量6100トン、最大速力30ノットと言われます。それだけでなく、長射程距離の巡航ミサイルも搭載できる原潜ということですから、かなり高スペックな原潜ではないかと思われます。本題に戻りますね。日本の接続水域に侵入した中国の最新攻撃型原潜が公海でなぜ浮上した上に国旗を掲げて中国船籍だと明らかにしたのかということです。潜水艦に求められる第一の要素は何か、それはステルス性、隠密性です。つまり、自分の存在を相手に知られないことが最大にして最重要事項ということです。しかし、この場合の中国潜水艦は、浮上して艦隊をさらけ出しただけでなく、同時に自分の居場所を明らかにしたのです。潜水艦という存在である以上、あまりにも不自然な行動に、中国国内でも様々な憶測を呼んだようです。海外のメディアの分析によると、この小級原潜が浮上し、国旗を掲げた理由として、二つが考えられるとしています。一つ目は、日本へ尖閣諸島の主権が中国にあることを主張しようとしたという説。二つ目は、日本の海事の必要な追跡を振り切ることができなかったので、仕方なく浮上し、身元を明かしたという説です。なんとなく感づいている方もいらっしゃるでしょうが、沖縄を含む日本の琉球諸島を、中国は第一列島線として重要視しているのです。
第一列島線というのは、東西冷戦終結後に、中国が対アメリカ防衛線と勝手に下九州から沖縄、台湾、フィリピンまで続く長いラインのことです。台湾には、ことあるごとに、恫喝を繰り返す中国が警戒するのも当然といえば当然でしょう。このラインは、中国とアメリカ、両軍の潜水艦が、年がら年中、潜航行動を展開していると言われている海域です。だからこそ、隠密という潜水艦としての最大要素を無視して、自分の存在を公表したということかもしれませんね。逃げ回っているうちに、アメリカ海軍が出てきたら、大変なことになりかねませんし。しかし、こういった事態に、中国国内の一部のネットユーザーから、たくさんの意見が噴出したそうです。意見を紹介してみますね。2日間も日本の潜水艦に追跡されたので、我が国のお供が完全に把握されてしまったことだろう。ここまでやられてしまうなんて、最新と言ってるが、昇級は本当に最新源泉か？お供というのは、潜水艦おのおのが出すスクリュー音のことで、潜水艦によって異なるものです。つまりは潜水艦の指紋ですから、音紋データがあれば、どの潜水艦なのかが明白になってしまうというわけです。他国領海を通るなら浮上して国旗を掲げる必要があるが、公海を潜航するときには、浮上したり国旗を掲げる必要はない。あそこは公海だったのに浮上したり、国旗を上げたのは、尖閣諸島での日本の主権を認めてしまったことになるのでは？潜水艦のすべてのデータ、つまり全行動が日本にバレてしまった。これは最大の問題だと思う。日本の潜水艦に追跡された挙句、浮上とは、白旗を上げて降伏したようなものだ以上のように、大半が批判意見でした。最新鋭を誇っていたはずの原子力潜水艦が日本の海事に浮上させられたことに多くの中国国民が屈辱だと感じたようです。国家予算を湯水のごとく注ぎ込んで軍備を拡大し、じわじわと日本に圧力をかけ優勢に立っていたはずなのに、思いがけないことで足をすくわれてしまったことに怒りを感じた人さえいたようです。さて、世界の目が、ロシアとウクライナに向けられている、隙を狙って言いましょうか。陰でいろいろと動いているのが、お隣の軍事大国中国です。今回は、尖閣諸島について取り上げたいと思います。日本とは、様々な因縁のある尖閣諸島ですが、今回は、ここに、日本が建造物を作るのか？という話題について見ていきたいと思います。尖閣諸島に日本が建物を作ると言い出したのは自民党の高市早苗議員でした。今や高派として名高い高市早苗ですが、今から30年ほど前の平成初期いわゆるバブル時代には、若い女性論客、歯に衣着せぬ自立した女の一人として、同世代の女性からの支持も多かった人物と記憶しています。
男女雇用均等法が施行されたことで、性別に関わらず、平等と思われるに働けるようになった時代が来たということで、単なるコピー取り要員、お着身要員と見られていた OL の中にも、総合職という管理職を目指せる職位ができたのです。女性の新しい時代が到来したと、当時の女性たちは、キラキラとした瞳で働いていたはずです。こういった時代に、高市早苗は、知性派コメンテーターとして、たくさんのテレビに出演し、キャリア女性の代表と見られていました。ちなみに、当時の皇太子だった、金城天皇のお妃候補として、必ず名前が挙がった小和田雅子さんも、外務省職員として、世界中を飛び回っていました。当然、この方も、女性たちの憧れの敵になっていたようで、皇太子妃と決定した時には、せっかくのキャリアがもったいないという声が上がっていました。さて、高市議員は、松下政経塾に入って、松下幸之助の精神を叩き込まれたと思われます。その後政治家を目指し、無所属で立候補したものの、落選。落選に懲りたのか、自民党入りして当選しました。松下政経塾出身者には、政治家が多く、彼女の他にも、同じ、自民党の小野寺御殿、河合克行がいます。また、野田佳彦、原口和弘、前原誠二などの野党や無所属議員も、松下幸之助氏の精神に学んできたようです。松下幸之助氏といったら、水道理論で、すべての人々が電気を使えるようにと、様々な発明をしたことでも有名ですよね。いわば、大多数の国民側に立った人だったのに、その教えを受けた人が、与党に入ったということを起こった人も多かったようです。政治家になる目的のため、ショートカットで自民党入りした高市早苗の講演が行われたのが、2022年3月9日でした。尖閣諸島は、言うまでもなく日本の領土ですが、そう思っていないのが、中国です。勝手に領有権を主張し、公船を、日本領海や接続水域へ侵入させていることは嫌というほど報じられています。その中国に対して、この島々は、日本の領土であること、施政権が日本にあることを示すために対抗すべきと主張したのでした。そして、尖閣諸島が日本領とはっきりさせるためには、何らかの工作物を設置する必要があるとも発言したそうです。南西に位置する尖閣諸島と対比させるため、彼女が持ち出したのは北つまり北方領土でした。1945年、昭和20年、太平洋戦争終戦時に、当時のソ連が、日本のポツダム宣言中立後、つまり終戦後に侵攻して占領したため、奪われた形になった北方領土です。そういえば、1945年8月9日、つまり終戦前ですが、日本との中立条約を一方的に破棄して、当時の満州へ侵攻したのも、当時のソビエトでした。その知らせを聞いた関東軍のお偉方は、家族と財産を手にいち早く脱出しましたが、何も知らされていてなかった一般庶民は、悲惨な逃亡を余儀なくされ、多くの新たな犠牲者を生んだこと、中国残留孤児が生み出されたことも、絶対に忘れてはならない、史実ではないでしょうか。こういった歴史があるため、日本は、日ソ漁業交渉などと、セットで、北方領土問題を、交渉のテーブルに乗せ、話し合ってきました。解決後に平和条約の締結という段取りは多くの時代を経てソ連崩壊後もずっと継続中だったのです。北方領土については旧島民のビザなし渡航が可能になり旧島民との交流も盛んになったことでついに返還に向けた雪解けかと
日本国内の期待が高まった時期もあったのですが、ここ数年は新型コロナのせいで交流も行えませんでした。そしてロシアのウクライナ侵攻によってますます交流事業は先細りしつつあります。北方領土返還交渉を振り返ってみると、一番忘れがたい出来事は1973年昭和48年だったと思います。当時の田中角栄首相がモスクワに乗り込み、文字通りの命がけでブレジネフ書記長との会談文書に北方領土の4文字を盛り込んだのです。ソ連は日ソ間に領土問題は存在しないとずっと突っぱねてきましたから、これはソ連に対して大きな一歩を踏み出したことになったのです。それ以降、歴代の首相はロシアに代わってからも北方領土問題を取り上げてきました。ところが、北方領土問題をロシアとの文書から削除したのはプーチン大統領と親しいと自慢していた安倍元首相でした。個人の付き合いと国家の付き合いを一緒くたにしたのかと思ったものです。高市早苗は安倍元首相とも距離が近く、後継者と自認しているようにも見受けられましたが、この点についてどういった説明を受けたのでしょう。国防国防とお題目を唱える人間がこの問題をスルーしたとは考えられませんが、尖閣諸島への中国の行動に腹を立てた当時の石原慎太郎の発案で尖閣諸島国有化という話が飛び出しました。全国から賛同する寄付金が集まり、尖閣諸島は2012年平成24年に日本が国有化したことになりました。とはいえ、中国は手を引こうとはしません。肝心の島に日本人はいませんし、日本のものは何もないからという理由もあるようですね。だからこそ、自民党の中にはヘリポートや灯台などを建設し、施政権を主張すべきという意見があるのです。高市議員の発言はその意見を支持しているのでしょう。高市議員は非核三原則にも触れ、有事の想定を日本とアメリカとの間で共有しておく必要があるとも指摘しました。とはいえ、現在の自衛隊とアメリカ軍間のニュークリアシェアリング、核兵器共有、アメリカ軍の兵器を共有化することは自衛隊法では想定されていません。つまり現状のままでは難しいという認識で、自衛隊法改正など法整備が必要であるという意見でした。簡単に言えば、アメリカの兵器を自衛隊が使えるように自衛隊法を改正すべきということでしょう。こういった発言に対するネット上の反応は賛同の声が多かったとか。平成初期のバブル期、日本は政治は三流、経済は一流と言われていましたが、ここ最近は経済も国民生活も先進諸国の中でも最下位に落ち込んでいます。責任の所在は明らかですが、目をそらすために強い日本復活を唱える人間も多いのではないかと感じています。日本が頼るアメリカで、菅、尖閣諸島の領有権について判断する立場にはないため、領有権の対立は関係当事者間での平和的解決を期待するという中立的な立場を公にしているのです。その一方で、尖閣諸島は1972年、昭和47年の沖縄返還以来、日本の施政下にあるから、日米安保条約第5条の適用対象になるという見解も示しています。要するに、アメリカは、どちらにも、いい顔をして、現地を取られないようにしている、つまりダブルスタンダードと思われるのですが、別の言い方をすれば、
したたかで老練な政治手法ということではないでしょうか。正直な感想ですが、日本のように馬鹿正直で、唯一の道しか選択肢を狭めていては、現在のように複雑に絡み合った国際社会では、立場が悪くなる一方ではないかと思うのです。ロシアのウクライナ侵攻を見て、日本も核を持つべきだ。核を持たない国は、核保有の専制主義国家に対抗する手段がないという意見が多くなってきたようです。現在のアメリカは、一昔前の絶対的兄弟国ではなく、同盟国どころか、自国を守るだけで精一杯ではないかと感じられます。こんな状態では、万が一中国が、尖閣諸島を奪ったとしても、動いてくれない可能性があることも日本は想定しておく必要があるでしょう。仮にアメリカとのニュークリアシェアリングが実現しても、アメリカが有事の際に日本を助けてくれるかどうか疑問は残るのです。この危惧は現大統領のバイデン氏に限らず、アメリカ第一主義だったトランプ氏だろうが、ロニアスと中曽根総理と呼び合ったレーガン大統領だったとしても変わりはないでしょう。自国、自国民を守るのが政治家の第一義ですから、同盟国を守るために自国民の血を流すことを了承するとは思えません。日本は思いやりという名前で巨額予算を在日アメリカ軍に注ぎ込む一方、在日アメリカ軍の凶悪犯罪を見逃さざるを得ない立場です。この日本をアメリカは見捨てるだろうと判断せざるを得ないのです。だからこそ、敗戦後にアメリカに押し付けられた憲法を改正、改悪して、核武装すべきというのが高市早苗の意見でしょう。賛成意見も多いようです。試験ですが、そんなにアメリカだけに頼っていて良いものかと感じます。世界の多くの国と全方位外交を行い、セーフティネットは、なるべく多く作っておく、必要もあるのではないかと思うのですが、皆さんはいかがでしょうか？